ーの税込からお届けこまえじんずかんありがとうございます。さあ始まりました、税込がお届けする全国ご当地人図鑑こまえバージョンこまえじんずかん。番組 MC の佐藤珠緒です。この番組は毎回狛江市で活躍されている方にいろんな話を聞いてしまおうという番組です。今日の素敵なゲストはこの方です。はい、狛江市民祭り実行委員会会長の蛭間俊山です。よろしくお願いします。よろしくお願いしますさあ今日3つのキーワードに沿ってお話を伺いたいと思います。こちらです。1、狛江秋の風物詩。2、立ち上げから参加。3、楽しく笑顔の多い町ということで、まずトーク1、狛江秋の風物詩で、狛江市民祭りとはどんなお祭りなのでしょうか。狛江市挙げて の、お祭りなんですね、はい、市民が7万人から8万人くらい集まる。そんなに集まるんですか。はい、はい、そのくらい集まる、私はだいたい8万人かなと思いましたけど、うん、去年の市の広報では7万2千人ってちょっと低めにありましたけど、ちょっと低めですけど、はい、でもだいたいね、はい、同じくらいですけど、はい、今年の開催は何月何日なんでしょうか。11月の17日です。でそのお祭りは17日1日なんですけれども、文化祭っていうのをしましてね、はい、会場が市民センターってありますから、そこを使って文化祭、いろんな華道茶道ね、それからいろいろな写真とかありますので、はい、そこの会場を使うのがもったいないっていうのことで土日を使ってます。ですから16、17が文化祭、市民祭の中に文化祭も入れて、はい、16、17、で17日が市民祭りです。はい、余計な話ですけども、私が一番自慢できるのは、それだけの人数が集まってて、はい、未だに事故が一度もないんです。怪我にもいない、事故もない。それが3回目ですよね。そうです、それが一番ね、私ね、自慢です。なかなかないんじゃないでしょうか、ないですよね。もう怪我をしたっていうことも聞いてないです。あ、それは素晴らしいですね。すごいでしょう。だからね、いかに狛江の市民の方々が素晴らしい方だがの集まりっていうのが分かります。実行委員会の方々も素晴らしいんじゃないでしょうか。私以外の人ね。いやいやいや、ご謙遜。5つのお祭りに分かれるということで、はいはい、文化祭、スポーツ祭、市民祭、商工祭、農業祭っていうのがあるんですか。はい、はい、農業祭は、はい、狛江は地元でいろいろ野菜を作ってる方いらっしゃるから、はいはいはい、それをね、第一小学校というところのね、会場でその野菜は新鮮な野菜ということで売られてます。あ、じゃあ小学校の方に行けば、はい、そのお野菜買うことができるんです。はい、それを目当てに来る方もいらっしゃいます。ああ、じゃあそれだけお値打ち価格な美味しいお野菜があるっていうことですか。そうですね。なるほど。さ、そして文化祭なんですが、どういう感じになりそうでしょうか。はい、文化祭は市民センターっていうところを使って全館を使って、そしていろんな華道茶道写真、それから手芸踊りとか、そういうのをその場所のコーナーで市民センターの中にね、あれも会場もありますから踊りをする人もいますし、いろんなことをねそれぞれやってます。本当に文化祭だけあって文化的なね、そうです、楽しそうなことをやられるんですね。はいはいはい、ライブとかコンサートとかそういうこともあるんですね。それはね、また別なね、コンサートはまた別な日にやります。次の日の17日の方ですか。それは、そうです、そうです。あ、なるほどね。スポーツ祭は何をされるんでしょうか。市民グラウンドで体験をさせていただいてます。スポーツ、はい、はい、スポーツの体験ができるんですね。そうなんです。そう、わざわざその体験に来られる方もいらっしゃいます。なんかさまざまなことがね、そのお祭りの中で、はいはい、できて、はい、本当に楽しそうですね。そうですね。ですからやっぱり私はどこに行っても自慢です。狛江のその市民祭りが、はい、いろいろとありましてね、はい、はい、
あのお祭りを始めたきっかけってあったんですか？はい、きっかけはその40年前にね、あのたまたまあの私も生け花してましてね、それであの その時期に文化祭とかなんとか市民祭りじゃなくて、なんとなくね、あのいろいろな行事をしているわよっていうのを聞いて、あの拝見に来ましたら、お花とかね、いろんなのやってましたね、うん、せっかくねこれだけの方がいらっしゃるなら一つの会をまとめて作って、そしてやりませんかって言って声をかけたのがきっかけでした。40年前そうなんです。ひまさんが言ったのがきっかけとなって、はいはい、もう43回集まって何万人も集まる大きな祭りになってた。その多いですね。5人くらいでしたけどね、5人ぐらいのところでしませんかって、でその当時の人たちはね、あのもう亡くなられたりね、いろいろしてますけども、私がその時一番若かったから一人残ってます。へえ、はい、お祭り始められた当初っていうのはどういう感じだったんでしょうか？あの今とはそんなに変わらないんですけども、あの、ま、ちょっとあの小さかったですね、うん、で今のように大きくね、あのこうやってあの大きくなったのはやっぱりその会ができてからでした。いやでも40年、ね、うん、やってて何か思い出に残ってることありますか？近隣の方々たちがあの狛江の人ばかりじゃなくてね、井戸調布だとかね、それからそういう方からも声がかかって、あの早家に来られて、あら真似しようかしらとか、で私が他の地域に行って真似をしてることが多いんですけど、真似をしようかしらっていう人も多いです。はい、すごいわ、すごいですねって言われました。あ、はい、でも周りの方々がねたくさん喜んでくださって、うん、それは、はい、ね、嬉しいことですよね。そうですよね、いつの間にか大きくなってました。ありがとうございます。それではトーク2に行きたいと思います。こちらです。立ち上げから参加ということで、ひろさんのご出身はどちらなんでしょうか？私の出身、はい、目黒です。あ、目黒、うん、目黒本町っていうところで。あ、そうですか、はい、都会子で。そうです、ね、生まれ、うん、狛江に引っ越されたのは、あの主人と結婚して、で主人がたまたまあの会社があの、近いところで NHK 技研にいましたの で近いからあの、ね、その近くに住みたいということで、ああの、はい、それで、はい、これは何年目ですか？私が40、うん、長いですよね。長いです、狛江、はい、ね、はい、もう40年からですね。そうですね、あのひまさんはお子さんの時はどんなお子さんだったんでしょうか？でしゃばりで怒りしゃばりそうでしゃばりで怒りっぽかったです。いやいや、あの華道をね、生け花をされていたということで、はい、あのそうなんです。あのなんですか、私男兄弟の中の女一人だったんですね。そうですか。それで男っぽくて、でさっきも話してたんですけど、オートバイに乗って叱られて、オートバイに親が「この男はこのオートバイなんか乗るじゃない」って言われて、そうすごい、おてんばな男兄弟、誰もオートバイ乗らないんで私が乗りたかった。じゃあ活発なお子さんだったんですね。そうですか。でも華道おしとやかな、うん、お花も、うんうん、っていうことはやっぱり親がね、女の子だから、だから少しはね女らしくしてほしいっていうことで、でしょうがなくて、たまたまあのあれがあのちょっと知り合いの方がね、あの私の、ね、ずっとお世話になった先生とあれだったので、あの流儀がちょっと池の坊ですけど小さいんですけども、あの池の坊緑葉式っていう家元を紹介してくださった。でそこであの家元にあの最初からなるって、うん、もうだからもうその先生一筋で来ました。そうだったんですね、はい、でその先生が春月 であなたを見込ん であなたは絶対こう将来ね、将来を見込んで山をあげるからって、だから周り あの先輩とかいろんな人にね、もうほんとやきもちやかれました。あ、うん、先生からも一目置かれたみたいですね。期待の星だったんです、ね、うん、そうですね。だからあのそれで先生があの東京都の坂道連盟っていうのが入ってまして、23区一緒です。でそこであの
池袋の東武デパートでいつもね、はい、1年に1回東京都の坂道連盟って言って生け花ってあるんですね。そういうところで行けたり、しましてね。そうですか。そうだからいい勉強をさせていただきました。そういう先生についたってことが勉強でした。じゃあいい先生に好きになって、はい、素敵なお名前もいただいて、はい、そう市民祭りの開始に合わせて立ち上げた華道連盟っていうのと、狛江市文化協議会っていうのがあるって伺ったんですけれども、はいはい、これも40年前に立ち上げられて、そうです、はい、お茶とかお花ね、世界写真、から手芸いろんなのがありますのでね、でそういう人たちを一つにまとめるのには文化っていうのをねつけた方がいいんじゃないかということで文化協議会っていうのを作りました。華道連盟っていうのもまた、華道連盟もそう、それでそれは私もあの東京都の方でね、坂道連盟ってありましたから、じゃあね狛江のあの華道連盟っていうのを作ろうということで、それで茶道連盟もあります。そうなんですね、はい、お茶とお花と、そう、お祭りとね、同じ時期に、そう一緒にやってます、始まったんですね、はい、ですからあのお花を生け花のところには必ずね、あの東京でもそうなん、東京都もそうなんですけども、あのお茶会というのがありますから、じゃあ一緒にねするとお互いにね協力し合えるんじゃないかということで、あの坂道連盟、あの茶道連盟じゃね、あれで作りました。お互いいい刺激にもなりますし、なりますね、良さそうですね、はい、それはやっぱり東京都のね、その坂道連盟にね、あの入会してて勉強したことで、それを狛江にも作ったんです。そういう経緯があって作られたんですね、はいはいはい、でも檜山さんいろいろ作られてますね。ね、すごいですね。なんかそんなに感じないんですけどたまたまあの周りのいい方にね、あのあれです、あの恵まれてます。新たに入会したいっていう、もうそういう方たちは皆さんね、もうどうぞって言ってウェルカムで、はいはい、もう拒まないで皆さんね仲良くやりましょうということで、はい、狛江というとそういう文化だったり音楽だったり、そういうものがとっても盛んなイメージなんですけれども、そういう歴史があるんですね。立ち上げて40年前に立ち上げて、その時からその盛んだったんですね、そうですね、だから周りのいい方たちに恵まれたってことがやっぱり幸いでした、それがあったから、今はもうずっと続いてると思います、檜山さんがね、いらっしゃったからこそっていうのもあるんじゃないでしょうか、そういうことはそういうことはないと思うんですけど、とにかくあの師匠の奥様がね、あの書を書いてくださって、あの飾らせていただいて、もう素晴らしい書をね、あの、あの前の今の師匠さんじゃなくて前の師匠さんの奥様が素晴らしい字を書いてくださって、それでそれを飾らせていただいてね、もう自慢させていただきました、師匠さんの師匠の奥様のね書よなんて言って、見てみたいです、そう素晴らしいね、民生も勤められたと伺ったんですが、どれぐらい勤められたんですか、あれは6年間です、1期3年なんですね、それも命令でやりなさいということで、今亡くなっちゃった方がねあのどんなお仕事をされたんでしょうか。民生委員っていうのはやっぱり皆さんのね、あのお世話が多いですね、でその頃よくね、あの協賛金っていうのを集めがあって、その市と東京都からも来るんですけど、市のことで市の方のもあって、で協賛金集めをしてか会員にね、でそれをあのあれしてたら、あなたこのお金集めてね、あんた使っちゃうんじゃないのって、なんてこと言うね、とんでもないって言ってね、これは協賛金ですからね、市の方にね、本当に市にね持っていくのって、あら私はそういうふうに見られてかなぁなと思ってね、寂しかったですね。あの狛江の魅力なんですが、どうでしょうか、どんな町でしょうかね。台東区の先生がね、檜山先生は肌が綺麗ねって、
まずそれを言われるんです、はい、だからあその肌はね、狛江は新鮮な野菜がたくさんあるからそれを食べて綺麗なのよって。あで、ね、それをね毎回ね毎年そのさお花生け花ってあるでしょ、毎回言われるからまた言ってて、あなたもまた言ったって、お互いにね、でね、うん、羨ましかったら引っ越してらっしゃい、ちょっとほら始まったって綺麗になりたければ狛江に住めってことですよね。そう、ね、肌が綺麗、ね、肌が綺麗になる、狛江に住んでくださいと。そう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 、ね、これ私言いますから、ね、いろんな人に。そうそうそう水が綺麗なのよって、ね、ありがとうございますじゃあトーク3に行きたいと思います。こちらです。楽しく笑顔の多い町で、狛江市民祭りの実行委員長としての夢はありますか？やっぱりもう私も年になってますのでね、やっぱり後継者もね必要なので、いつまでもね私もできないということで、で男性にお願いしようと思いました。男性は意外とね、男性は職員だ、元職員だった人が多いから、やっぱりねちょっとやれないって言って、それで今やっぱりお花をね、生け花をやってる方にね後を頼もうと思って今。あの方は、まあ、60代かな、60代後半だと思うんですけども、お願いしてるんです。そうですか、はいはい、やっぱりあとね、いつまでも私できませんからね、だからもうやっぱり若い方にお願いしていこうと思って、うん、でもう一番協力者側の人かなと思って目をつけて一生懸命今、うん、はい、いろいろ教えていらっしゃるところなんですね、はいはい、なるほど。個人的な夢やりたいこと何かありますか？まあ、とにかく健康でいられることが一番の。そうですね、うん、健康が一番ですね。一番です、うん、いや、もう美味しいもの食べてね、うん、たまに旅行なんか。旅行はもう大好きです。あ、じゃあそれですね、うん、いろんなところに旅行に行って美味しいもの食べて、うんうん、今までも随分行きましたけどね、はい、去年から2泊はやっぱりね、秋は国内にしましたということで、それはやっぱりお付き合いで、はい、お付き合いなんですか？うん、それはお付き合いで。あ、お付き合いなんですね。と、うん、いうことは市民祭りをねやるってことは、はい、協賛金集めっていうのがあるんです。でそれは私も集めるんですよ。そういう仕事もあるんですね。そう。でそれお願いに、ね、行くところの。いや、もうじゃあ仕事ですね、それね。ねえ、なんでかしら。いやーもう、ね、そう。さあ、それでは改めて今年の狛江市民祭りの、日時、場所、内容を教えていただけますか？日時は、11月の17日が市民祭り、はい、16、17が文化祭です、はいはい、場所は3つあるんですよね、はい、市役所、市民センターの前ね、うん、市民センターはの中は文化祭で、ね、あれも外の広場もあって、で市役所の方もあって、それから第一小学校ね、3箇所、はいはい、第一小学校でお野菜ね、美味しいお野菜、はい、これはぜひね、美容と健康にもいいですからね。そうなんです、肌が綺麗になりますって。肌が綺麗になるから、ぜひ皆さんね、お買い求めいただきたいですね、はいはい、うん、お時間になりましたけれども、今日はいかがだったでしょうか？私のこのおしゃべりで良かったのかしら。いやー、とても良かったです。それが一番です。いやー、もう貴重なお話を聞けて楽しかったです、うん、いやー、なんか余計なこともおしゃべりしたような気もしてますし。いやいやいや、全然そんなことないです。お忙しい中、うん、本当どうもありがとうございました。いたしまして、いつまでもお元気で頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。どうも失礼いたしました。沼新館さんでした、うん、ありがとうございました